はい、こんにちは。ご視聴どうもありがとうございます。まあ、先ほど来た方がですね、まあ、長時間の運転をしたせいか、普段慣れないね、長時間の運転をして、昨日はすごく頭痛がひどかったというね、お話を、してくださいました。で、まあ、結局はこのハンドルですね、このハンドルを握る、まあ、この動作でですね、腕の緊張から、首、そして頭っていう風に、来たという感じなのが、まあ、この腕の調整をね、腕のロックですね、この巻き方だとか腕の緊張を抜いた瞬間にですね、あ、頭すっきりしたっていう風にね、言ってくださいました。で、まあ、結局何が問題かというとですね、守るための緊張で、この、まあ、ある意味ある時は必要なんですね。これは例えば内臓のねじれだとか脳のねじれを、まあ、補正するために、このねじ、あの緊張を入れているんですが、この緊張のままね、ハンドルを握る、だからこんなことでもこう、腕が緊張して、さまざまな問題を起こしてしまうという、まあ、今日実例だったんですけどもね。で、5の力で握ればいいものを10、ね、こう握ってしまう、それが、この守るための緊張の、まあ、悪いところであるんですね。まあ、これもそうだし、スマホね、3の力で持てばいいのに10の力で持ってしまう。で、その後に、じゃあ力が抜けるかというか抜けないんで、まあ、こんな感じ。で、抜けてる人はストンと落として、ブラブラって言って、また腕の緊張が取れると。ですから、緊張が緊張を生んでしまう、守るための緊張。その緊張を抜くことによって、腕がダランとなって、5の力でできるものが5で、5の力でできるようになる。で、疲れにくくなる。まあ、本当に、この巻き方、腕の緊張というのはね、非常に非常にですね、現代人を苦しめる、もう本当に大きな問題だと思っています。よろしくお願いいたします。愛知県蒲郡市というところでね、20年以上ね、整体をやっています。本当にこの特殊な整体で、まあ、本当に普通の整体とは全然違った感覚でやっていますけども、まあ、一応25年間、無事故でね、で、そして強い力も使わないので、まあ、安心安全だと言えると思います。